はい、おはようございます。ということでですね、今ね、ご覧の通り、10月22日の、火曜日ね、朝の8時ということで、ね、まあ、ゆっくり寝ましたよと。これがやっぱ、お二人だといいですね。満喫だとね、いわゆるナイト8時間パックっていうね、基本的に8時間じゃないですか。ってことはね、この時間までおったらもうオーバーなんですよね。まあ、こういうことができる。まあ、朝一でね、どうしても出会わなあかんときは、そういうのはいいですけど、まあ、ということでね、さあ、準備を整えて、まあ、軽くちょっと姫路見てからね、帰路に戻ろうかなと思ってたんですけど、ここに来てね、大ピンチなんです。何が起こったかというとですね、ご覧の通りですね、またこれキャプチャーしておきますけど、ね、ですね、JR 西日本、列車運行情報というのが出てましてね、16分前にアップロードされております、10月22日7時45分現在の情報として、5時49分頃草津線高架駅で発生した信号トラブルのため木部川駅、都議駅間で運転を見合わせています。現在係員が到着し調査をしています。なお運転再開の見込みは立っていませんということなんですね。これピンチなんですよ。実は大ピンチなんですよ。何が大ピンチかというとですね、もう、散々、見せております。このね、切符。まあ画像出てますよね。画像を出しておきましょう。ここに、ね、ワイプでパチッと出しておきますけど。書いてありますよね。広島市内から四日市。経由が山陽東海道草津線関西本線。ってことなんですね。じゃあもうチケットを草津線経由で買ってるわけなんですよ。まあ理由はいろいろあります。電車の本数とかで、ね、行きやすいのがね、こっちの方が行きやすいっていうのがあったんですけど。さあ、ということでね、これね、積んでるんです。これ再開してもらわないことで、私は四日市に帰れないんです。さあ、どうしようかな。こういう時って、なんか、別のルートを取っても大丈夫ですよとかっていうのがあるんですかね。それで、ちょっと確認してみようと思うんですが。さて、ということでね、こんな感じで、まあそろそろ出ようと思ってるんですけど、いやー、ちょっとね、たまにしに友達と連絡を取ったら、バカな友達もいましたね、やっぱし俺の周りには。ね、私もこうやってどんこで行こうとやってますけどね。私の友達もね、私は観光でね、クレの方に行きましたけど、ガルパン関係のでね、大笑いって言ってる友達がいるんですよ。ちょうどね、ツイッターとかでも上がってたんですよ。でね、今東京の方まで出てきてるらしいんですけどね。いやー、そこですよね。大笑いね。彼も愛知に住んでる人間ですけど、大笑いからね、どんこで行ってるらしいですわ。マジかと。秋の周遊パスみたいなやつね、ありましたよね。あれ使って、行ってるらしいですけど、この後、また東京から、愛知まで、鈍行で帰るらしいです。すげえな。よっぽど私よりも、スタッフな旅行をやってやがるな、ということでね。まあ、とりあえず私はね、草津線の再開の目処が立たないんで、まあ、ひとまず、観光して、まあ、ちょっと考えましょう。まあ、姫路まで出てきてるんで、新幹線速でね、すぐ行けますからね。よし。まあ、でも、だいぶと、途中下車のね、マークも増えてきましたね。はいはい。さて、ということでね、ホテルも出ましてですね。さあ、早速、せっかくなんでね、姫路城の方向かっていこうと思いますよ。まあ、あれなんでね、荷物はね、置いててもいいかな、ということでね。よいしょ。ちょっとロッカーが開いとれば着こうと思いますけど、何せね、姫路も観光名所がありますからね。昨日の、昼の時点ではね、まさか姫路に降るという予定ではなかったですからね。お前ほとんど諦めとったやろっていうプランの組み方ではありましたけど、ね、まさか一日一日で迷子になるとは思いませんでしたからね。いや、まあ私が大体ああいうことし始めたらね、マイコになるのは分かっとるやろってね、言われたらね、それまでなんですけどね。いや、でも、やっぱ朝見るとまた綺麗ですね、姫路の駅も。でかいな、やっぱ。ああ、そうですね。やっぱ JR の四日市駅とは。あれね、まあね、五日市駅と四日市駅、どっちがでかいかなんて言ってましたけど、いや、広島駅とか姫路駅とね、岡山もでかかったです。福山も大きかったですよね。うん。
ねえ、ラベルのもこがましいでございますよ。ね、ホテル日光姫に来てます前ですけど、ね、日本機と会社の人と水蒸気がかかってるんですね。タクシーにたくさんひとまずね、せっかくなり姫路城の方出てきたいなと思ってますよ。コインロッカーはどこにあるの、向こうか、さすがに埋まってますよね。コインロッカーはどこだろう。あ、そうでもない。あ、ロッカー開いとるな。こんなとこにコインロッカーあるんや。あ、あら、警察署の真前にロッカーが準備してくれてあるんですね。400円すると、ね、手荷物も預けて早速行こうと思いますよ。で、書いてない、あ、書いてあるね。あ、スリーセフ、ね、なんかクレーンの駅と違って全然上がってますね。やっぱクレーンの駅ではやっぱ免許物とかバーッと入れるね、人が多かったからでしょうね。姫路駅は今のところは全然ガラガラですね、ほぼほぼ壊れてないみたいですけど、姫路城物ってしてるんですよね。分かりやすいですよね。姫路城こっちに行きゃいいんですよっていう ね、ここですね。あとは初日に話しとったところで行くと、4日前ですけどね、もう金曜日の夜ですね、山陽電車からの乗り換えね、山陽姫路があっちなんですよね。あっちからずーっと出て、まあ、一応ここでこう連絡通路があって降りてきて、行くっていうことなので、まあ、確かに便利な作りではあるんですけど、これね、果たしてあの昨日行った乗り換え時間でですね、できるか、5分か少々で、しかも、切符のね、EX の予約をしたとしてるもんですよ、ね、やる昔からもっていうところなんですけど、さあ、わあわあ、すごいすごい、ああもうザ観光って感じですね。人力車も出てますね。いいですね。どうですか、観光してるじゃないですか。まあ、クレもね、観光でしたし、もちろん江田島とか行ったのも観光ですけど、ね、あそこら辺はとりあえず、ね、あ、まあ、観光地って感じのところじゃないですからね。あれまででいいんですけどね。今回なんかこの旅始まって以来の観光地来てる感が、ビルなんかもあるし食べ物もあるんですけど、近くでこれ抹茶ソフト売ってるみたいなので買ってこうと思います。抹茶ソフトで、富士抹茶ソフトで400円か。あ、ミックス、ほうじとミックスっていうのもいいですね。どうしようかな。よいしょ。そういったことでね、アイス、ね、ミックスのやつ食べてきましたよ。まあ、写真撮ってありますね、こんな感じで。美味しかったです。ちなみに、あの、お茶、お店の方に教えてもらったんですけど、お茶作ってるのは、なんと四日市のお茶でしたね。我らが四日市のお茶でした。さて、ってことでね、駅の東側に来ましたら、そうするとね、マックとかケンタとかね、あるじゃないですか。なんや、おめえ、普通にそんなもん食べるのかというんですけど、実はですね、この並びにですね、ちょっと気になってくるところがあったんですね。ここはね、昨日の夜通ってきたところですよね。昨日の夜の動画、ところでも多分、編集し、で切ってないでしょう。ここに。キジュラーメンってあるんですね。加賀を見てね、赤城を見たときに比喩いいじゃないですか。しかもこれよう見てみると安いんですよね。やっぱりちょっとこれ行ってみようと思いますよ。さっき食べてきました。中の写真はまたね、ポンポンポンってアップしてきますけど、いやしっかりプリューミーな、のね、750円で本当大満足。私もね、しっかりお腹いっぱいになりました。よかったですね。また今度行きたいと思います。ここもまた気になりますね。そうですね。安くて、ね、ガツリ食えるところです。ここ230円ですって。かけそば、かけうどん。安いですね。さあ、
ということで腹ごしらえも済んでてまた戻っていきたいと思いますよ。さあでは戻っていきましょう。よいしょよいしょ。こんな感じでね、次の日になっても当然使えるわけですね。さあ三宮方面向かっていかないといけません。あ、しまった。私あれですね、私ボケとしてましたね。よいしょ、あれ取ってこないといけませんね。あら、係員にお知らせください。枝が出た。こんにちは、すいません、一度途中下車したんですけど、ちょっと私コインロッカーに預けとったの忘れとって、ちょっと取りに行きたいんですけど。はい、途中下車、あ、じゃあまたここ取ってもらっていいですか。で今新幹線で来られたんですか。あ、いえ、在来線で来てるんですけど、これ出て、で、私コインロッカー、まあ、今乗って、そうです、今乗ろうと思って、そうや、ロッカーに預けとったなと思って。またここ取ってもらって。で、いいですか、すいません、すいません。さすが JFS の駅員さんですね、まあ、無事出ることができました。危ない危ない、コインロッカーに荷物全部忘れるところでした。やはり改札機は通って、一応通ってると、改札機は通れないので、あそこから通してもらうという形になるそうです。これってもし止まっとったときってルートとかを変えることってできるんですかね。できないですよね。そうですね。そうやね。止まってる理由によりますね。はい、なんか信号機の故障でどうのこうのってなんか朝見たら出とったもんで。あ、大丈夫そうかな。わかりました。ありがとうございます。すいません。出たいんですけど。さ、とりあえず大丈夫そうですね。電車ももう動き出しとるらしいんで。42分、あ、ちょうどいい、安行きが来てますね。ということで、よいしょ、ずーっと来てる感じになる。ずーっと来て、無事に、いや、ちょっと前行きましたね、草と行きましたね。よいしょ、この先ずーっと広島からですけど、そこからね、草津線に乗って、地毛の方に行った。で、そこから亀をね、これちょろっと書いてありますけど、結構ここがまた難点ですからね。で、こっから京都大阪じゃなくて草津線は緑色の方に。よし、鈴木さんとかの木見えるかな。木深川行ったってダメなんですよね。はい、次は行けないとかね。57分出る。17分後に出るんで、あんまりゆっくりは食べられないですね。ということでね、
自販機で飲み物買って、テレカフェでとりあえずパン買ってきましたので、本当はね、ちょっとそば食ってかなと思ったんですけど、ちょっと今からそば頼んでやすするには7分しかないですからね、さすがに厳しいということなんですよ。それとは別で、まあいろいろと、何を言ってるのか、わからないとか、いろいろあるのがあるんですね。今度出たの。今は自販機もあって、大丈夫ですね。よし。そうすることはできません。ね、そうだよね。よいしょ。すいません、三人とさんに。どうも、広島でなんか当社が良くなかったんですかね。ね。まあ、とりあえず、これで次元まで行きます。これちょっと飲み込むとまずいんですよね。まあでもまだ5分ありますからね。で、こちら方面は、安定の目立ってるんですよ。で、一応 LED に変えてるという。最近 JR 西日本はもう、ね、ここの横の表示幕を LED にするということで、まだまだ使います宣言してます ね。やはり広島にいた時は、あ、もう国鉄スタジオもどんどん消えていくのかなと思いましたけど、いえいえ、岡山を越えたあたりからね、岡山あたりからやはりじわりじわりと JR 西日本の本気を、感じるところですね。みんな草津感ありますよね、緑だと。あの、ただこの色だとね、こんな感じですね。この色だとリアルなのか何なのか分からん、あの、あっちか分からんくらいですね。次に到着です。お電池右側南蛮乗り場に行っています。次へのお乗り換えのご案内といたします。関西本線普通列車雨山行きは14時42分着きました。同じホームの向かい側2番乗り場に停車中です。次は上のホームへと参ります。普通列車の阿保行きは14時42分、ホーム変わりまして1番乗り場から発車いたします。車内にお忘れ物や落とし物などはなさいませんよう、お手回り品をお確かめの上お降りください。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。終点次へ、終点次へに到着です。お出口、右側です。扉は自動では開きませんので、ドア横にございます。開けるのボタンを押してお降りください。またホームが低くなっております。お降りの際はお足元に十分ご注意ください。ありがとうございました。次へ到着です。無事出現までやってきました。ここまで来ればあと一息。出現の駅もね、いろいろと不動体がありそうなところがいっぱいあるんですけど、困ったことに電車がもうすぐ出る。
近海は便利に使いますね。カメヤンとカモンと両方とも止めして、持ち合わせですね。少ないながらも、こういった配慮をされてるんですが、これ一本逃すと次こんだけだね。ちなみにね、最途中で高架駅ありましたけど、こっちは伊賀に行ったところですね。カモヤン、カモは、ヤマハのすぐです。そうですね、関西線ね、もうこれ逃したらもうまず通知時間ありませんからね、すみません、乗らせていただきましょう。これの2つやな。はい、で、中にしてるかな。こっちが小さいな。停車しながら新宮まで行くっていう、私の一番最初の動画でねやりましたけど、これです。私は最初の頃6時8分の、列車でしたけど、それかな、これが、こっちね、この15、14、18時2分なんですけど、これで帰ったら行った瞬間にこう夜中です。リーダーに囲まれるの音はすごいですね。でこれさ、ここの感じやすいかな。ね、新宮行きね。まあトイレもありますからね。まあこれその通りは帰りね。やりました。さあ、それそこを突出しましたね。そういえば。昼の神山の駅を映すことはあんまなかったですね。いつももう始発か終電ぐらいのやつしか映してませんでしたからね。まあね、まあ、ちょっと今日今までずっと見てきた駅ね、岡山、姫路、福山、大阪とかですね、比較的はだいぶとこじんまりとした感じですけど、ちょうどここが、ね、JR 西日本と JR 東海のね、違うところってことでね。まあ降りていたところの国道線の方のあれもね、ここからちょっとまだ市街地が離れたところにもありますんでね、商店街とか。あ、大丈夫。大丈夫。あの、あ、来た来た来た。
くなるよ。はい、ってことで無事四日市まで帰ってきました。いやー、長い旅になりましたね。結局5日がかりですか。在来線で来るとこうなるんですね。いやで、いやで、まあでも四日市まで来ればもうね、あとはもう帰るだけですけど、問題はね、四日市から自宅までどう帰るかなんですけど、ね、JR で来るとさあ、まあ、いつ帰ってから四日市なんでね、あっという間ですよね、あっという間、あっという間、で、五日市と二十日市がね、すぐ近くなんですから、5日から20日からね、そんな近くにあげたら、四日と五日やったら、それはもっと近いはずですからね、全然余裕余裕。大丈夫ですよ。あ、すいません、はい、これ聞くなつきは危険にも持って帰ることってできますか。ここの印鑑をしますがよろしいですか。あ、いいですか、はい、お願いします。ここにおさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。よし、無事出所して、これでとりあえず、5日1から4日1まで、ね、途中列車で帰ってきたということで、まあ波はともあれということで、ひとまず4日1まで帰ってきましたので、これで動画を締めさせていただきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。